ばんはフェマールサブチャンネルでございます。今まで、まあ、サブチャンネルなんで前後しますけども、サワンドってとこにいます。で、サワンドっていうのが昔ですけども、サワンドの大崩落っていう、まあ、すごい崩落事故がありまして、事故になるのかな、あれは。まあ、崩落があったんですよ。その現場を、まあ、ちらっと見に行こうかなと思っています。よろしくお願いします。場所は、長野県158号線でございます。そこはですね、その廃道探索できるとかそういう場所じゃございませんから、まあ、遠目に見て、まあ、わあすごいっていうようなことをしたいと思っておりますので、サブチャンネル扱いとなっております。もしかしたらね、行ったらまあすげえ発見もあるかもしれないんでね、わからんですけども、まあ実際のところ相当な被害のあったところでありますので、ね、まあ、見る価値があるといったら、まあその当時そこの方々には申し訳ないんですけれども、これ左入ってみましょうか。多分これだな。なんか車でどこまで入っていけるかしら。まあ、これがいわゆる旧道じゃろうと思うんだけど、あと地域禁止乗ってないの？え、通れるようになったわけじゃないですよ。え、通れんの？ああ、でもない。結構ここまで来れるんですね。事前調査っていうか、そのストリートビューで見たら、あの入り口から封鎖されてたんですね。で、だから僕はあっちの原道、新しくできた道から遠目で取ったろうと思ったんですけど、あ、まあ何のことはない、普通に崩落の現場の目の前まで来れましたね。あ、でもこれは大崩落だね、これ本当。あ、ちょっと下行ってみよっか。意外と立ち入り禁止じゃなかったという。まあまあ、なんちゅうか、ね、全く変えてなかったんですよ。あずさ川、この辺来たらあれですね、川幅が広いんで穏やかに見えるけど、穏やかに見えるだけでめちゃめちゃ流れがきついですよね。2005年7月1日に降り続いた雨の影響で、サワンドで土砂崩落が発生しました。負傷者はいませんでしたけども、観光シーズンを目前にしながら全面通行止めという大きな被害を被ったとのことですね。仮設道路を作ったらしいですね。仮設道路ができるまでなんかは乗鞍スーパー林道などを迂回してたんだ。すげえな、あそこが道路だったんですね。仮設道路なんてあったんだ。昔仮設道路がこう作ったったのかな、これね。あったのかね、ここに。もしかしたらこうあったんですかね。でもまあ崩落っていうのは、崩落地点はここでございます。さすがにここは行きません。あ、でもこの画像を見るとこうですよね。で、仮設道っていうのは結局、そこにちょっと盛り土したって感じなんかね。はいはい。で、まあ新しくできた原道ですね。ここを渡ってみましょう。よいしょ。こっから見るとまあ結構な大崩落ポイントですよね。そして反対側へ入ってみますけど、まあここは、まあ車両はもちろん通行禁止でしょうけど、ここから歩いてみましょう。よいしょ。あーじゃあ、あーで、なんか仮設道の形跡ありますね、これね。ここに迂回ルートみたいなこのライン張ってありますね。まあ本来はこの直線ズドーンっていくはずだったんですけども、結局この仮設道を作ったことによって、この山際のこちら側をせり出して
仮設道を作ったんでしょうね。盛り土かなんかでしたんかな、これ。ほら、今で言ったら地獄の真下にが一直線でございますね。この線形で、こっちへね。で、これ今はこれ崩しちゃったんでしょうね。まあもう使わないからいいやってことで、まあだいぶポイントを作ったわけですよ。そしてここが崩落ポイントですね。見たところすごい、これもあれですね、このコンクリの糊面の吹き付けのこれが、これとかがもろとも崩れ去ったわけですね。まあ何事もね、人的被害がなかったっていうのがまあ幸いなところでございますね。とまあといった軽いサブチャンネルのネタでございました。いや、今後またメインチャンネルの方で158号線長野県の旧道廃道の探索をやっていくと思いますのでよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価ボタンと通知のベルマークをしておいてください。あれをしてないとあのサブチャンネルのライブとか の通知がいかなくて突然ライブ始まりますけど、それ見逃すことになりますので、そういうことでよろしくお願いします。バイバイ。